アイテム番号 SCP-229JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル。 SCP-229JP のオリジナルは DVD に転写され、セクター8192に併設された情報資料局に保管されます。実験時の取り扱いにはオード博士の許可が必要です。定期券。視覚作用オブジェクト取り扱い手順。オツの1にのっとった運用を行ってください。説明。 SCP-229JP は再生時間1分15秒のデジタル映像です。2003年3月16日、サイト81のコンピュータ端末が受信した電子メールにオブジェクトは添付されていました。第一発見者である研究員は不審メールへの一般的な対処手順にのっとり、財団の情報セキュリティ部門へ通報。オブジェクトの穏便な隔離回収が成功しました。メール発信先の IP アドレスを調査したところ、過去に宗教カルト結社 GOI 海中獣教会が所有していた難がヨハネスブルクの施設からカナダのサーバーを経由し発信されたものであることが判明したため、当該団体の関与可能性が高いとされています。 SCP-229JP は消極的自己改変と形容すべき超常特性を有しています。当該アイテムは適切な機器を用いて再生されることを発端として、構成情報が一瞬で改ざんされ、再生時間のみ同一な完全に別の動画となって再生されます。動画の種類は実写、アニメーション、静止画の組み合わせなど様々で、明らかにオブジェクト収容以降に開発された技術を用いたものや、撮影方法不明な作品も複数確認されています。SCP-229JP を合計で400秒以上視聴した被験者は中脳、腹側皮膚たのよりドーパミンを過剰放出し、中脳辺縁系の神経伝達物質の過活動により統合失調症や覚醒剤作用に類似した症状を急速に表します。血圧上昇、発汗増加、筋肉の緊張、内臓機能の不活発化に加え、幻聴や幻覚などの重度症状が生じることもあります。これらの症状は致死的かつ慢性的なものではなく、大抵の場合72時間程度で被験者は本来の健康状態までほぼ回復します。しかし被験者全体の 30% の人間はその後も症状が継続し、拳銃や男性器、いくつかのデータ削除済みに対する崇拝的妄想に基づいた言動を繰り返すようになります。これらには前述した海中獣協会の一部の教義と共通点が見られ、団体とオブジェクトの起源との間に何らかの相関関係が推察される一因となっています。SCP-229JP は現在までに少なくとも204回再生され、すべてが異なる映像に改変されました。下記にそれらの概要を抜粋しまとめます。番号、ムービー、006、内容、古いアナログデータをデジタル変換した。劣化の激しい実写映像。湖畔または河畔と考えられる場所で身元不明の2名の白人男性が向き合っており、一方は拳銃でもう一方の人物を狙っています。銃を向けられている人物は口頭で何らかの説明をしていますが、発言内容は不明です。再生開始から約1分後、銃を持った男は発砲し、銃弾は喋り続けていた男の眉間に命中します。被害者は絶命し仰向けに倒れ込みますが、死に際に理由不明の笑顔を浮かべています。発砲者が被害者に近寄って遺体を数秒間凝視した後、拳銃を水面に向かって投擲するところで映像は終了します。調査の結果、映像の撮影現場はスウェーデン南部の編集済みであることが判明しました。番号、ムービー。047、内容、スケッチブックに描かれた数枚のイラストの反復。拳銃を持った白髪の老人が斜め上方を射撃し、その反動で転倒しながらも反対方向を向き、
再び空中に射撃するという動作を繰り返します。銃撃のたびに、ブラム、というオノマトペが出現しますが、再生終了間際の、You must be fucking crazy Barrett for Mr. Derringer。てめえはデリンジャー大先生のクソッタレでクレイジーな弾丸でなきゃならねえ。という子供の甲高い叫び声以外、映像は一貫して無音です。番号、ムービー、075、内容、1958年に公開された西部劇映画、The Left Handed Gun のダイジェストムービーですが、その音声はすべて1990年公開の SF 映画、Back to the Future 3のそれと置き換えられています。動画と音声の内容は一致しているとは言えません。映像には俳優トーマス・F・ウィルソン演じるビュフォード・タネンによる、装備を点検しろ、チェック・ジ・アームス、という架空のセリフがたびたび挿入されます。番号、ムービー。108、内容、デジタル処理されたアニメーションです。サイト、81、と考えられる施設が炎上しており、屋根に巨大な十字架が突き刺さっています。視点がクローズアップされ、十字架の中心で貼り付けにされている男が描写されます。男は頭部がリボルバー拳銃に置換されており、炎の熱で苦痛を感じているように見えます。男は身体を激しく揺らして高速から脱し、落下すると同時に頭部の拳銃を払い落とします。取り除かれた重心部分は一瞬で無散し、灰色にくすんだ人間の頭部が残ります。地面に落下した男は武装した数名の人間に追加され、彼らに救助を求めるところで映像は終了します。その後の調査で、武装した人間の声は財団の機動部隊、編集済み、の複数のメンバーのものと一致しました。番号、ムービー、169、内容、手書きのアニメーションです。映像は風が吹く金色の小麦畑のコマ数の少ないアニメーションから始まります。開始から約8秒後、白い背景の中に佇む二人の少女のカットが挿入されます。少女の一人は拳銃を構えており、もう一人がその両肩を背後から掴んでいます。背後に立つ少女、アクト01、は拳銃を持つ少女、アクト02、に発砲するよう間接的に命令しますが、01は漠然とした不安感を主張し発砲を拒否します。その後アクト02の説得に屈したのか、ACT-01 は抵抗意志を喪失したように見えます。ACT-01 が引き金に手をかけたところで映像は切り替わり、冒頭の小麦畑が枯れている画像が挿入され終了します。会話ログ。アクト01、あなたはそれをするの。アクト02、いやよ。アクト01、どうして。アクト02、どうしてだろう。わからない。決められたことをしたくないだけ。アクト01、決めたのは誰なのか、本当に知ってるの。アクト02、知らない。アクト01、嘘、わがままはおしまいにしましょう。アクト02、ダメ、拳銃を下ろして、ここはとっても眩しいわ。太陽の中にいるみたい。暖かいの、ずっとずっと、このままでいい。アクト01、ため息をついて、何もかもが綺麗なままでいられるわけじゃないのよ。私たちが用済みにされるまで、一体どれくらいあると思う。ほら、足音が聞こえる。みんな食べられてしまうかもしれない。もしかしたら、何も起こらないかも。最初から何もかも。アクト02、目をつぶる。いやよ。アクト01、そうね。でもあなたはそれをするの。私にはきっと無理だから。急いで、もうすぐたくさん溢れてくるわ。アクト02、一緒にいてくれる、お願い。アクト01、ええ。アクト02、ありがとう。再び銃を構え、引き金に指をかける。ほい。SCP-229JP の影響から回復しなかった D クラス被験者。
めいのうち、銃に関連する何らかの致命的アクシデントによって暴露から3週間以内に全員が死亡していることが判明しました。事故の種類は暴発、誤射、脱走未遂による制裁など様々で、一般研究員による意図不明の射殺や由来不明の小型拳銃による自死も数例報告されています。当案件が偶然の結果であるとは考えがたく、オブジェクトの第3の異常性質であるという仮説をもとに調査研究が再展開されます。SCP-229JP に付記されていた文書、日本語訳済み。目を覆いたくなるほどの倦怠で紡がれた。痛々しくも美しい一枚の荒布。多くの血を糧として穴をうがちてもなおそれは鋭く尖り。防弾チョッキの荒い糸のほつれは躊躇なく銃口の門徒の身を焦がす。人々は苦しみに耐えきれず。汚れたガルマのトリガーに手をかける。クリック、クリック。だが、救いの教団が当該を貫くことはない。なぜ、経典はいかなる理由から、人々が切に望む終わりを示さぬのか、そして望まぬ終わりを示すのか、私の足元に転がる兄弟たちの屍は、主が次なる宇宙の蒼天がために吐き出したから薬莢のごとき殉教者たり得るか、それすらもわからない。見てくれ、そして知ってくれ、兄弟たちの現状を、アイン、お前にはその義務がある。警具、V、O。